か。言いたいことも言えないこんな世の中じゃポイズな。ということでヤグタウンです。ガチャガチャガチャ。いやーマジでね GTO がちょっと懐かしすぎるんですけど、ま、本当にね僕ドラマの GTO が好きでした。反町隆史が主演のね、あれキャストがね今見てもちょっとやばいんですよ。松島奈々子出てるし、あといじめられる役だったあれ小栗旬なんですね。うん、で久保塚も出てるでしょ。ちょっとマジでキャストがちょっと良すぎて。やっぱりねあの当時松島奈々子はちょっと可愛すぎたんだよね。あの泣きぼくろちょっとどう考えてもねあれ反則級ですよね。ちょっと綺麗、うん、綺麗すぎるな。で後々その結婚するじゃないですか。松島奈々子と反町隆史が結婚するの、実は僕これ内心かなり喜んでました。すっげえなんか当てはまり役だなと思って。でその主題歌のポイズン、言いたいことも言えないこんな世の中は、これめちゃくちゃ売れたんですよ。めちゃくちゃ売れたから紅白に出れるんじゃないかっていうような噂が立ってたんですね。でもそうじゃなかったっていうのが、ちょうどですねその年に和歌山毒物カレー事件、これがあったんですね。毒物カレー、要するにポイズンなんですよ。要するにポイズンだって、それちょっとね自粛して紅白に出れなかったんじゃないかっていうような話もあるぐらいなんですよ。はあ、よし、じゃあ今日はもう寝るか。さあということで今回はですねこれ反町隆史を使っていきたいかなと思います。美女ヒーローポイズナーです。うん、これね反町隆史を使っていきます。ポイズナー、このカードの 1,2,3 の効果はそれぞれ1ターンに1をしか使用できない。1、自分が戦闘効果でダメージを受けた場合に発動できる墓地のこのカードを永続トラップカード扱いで自分の魔法トラップゾーンに表側表示を置く。2、このカードが永続トラップカード扱いの時、お互いのメインフェーズに自分ヒールのヒーローモンスター1体をリリースして発動、このカードが特殊召喚することができると。でなおかつ3、このカードが魔法トラップゾーンからの特殊召喚に成功した場合に発動、フィールドのモンスター1体を選び総攻撃力を半分にするということで、なんともいかんしがたい能力というか、正直ちょっと使いにくいんですよ。正直ねちょっとだけ使いにくいんですよ。うん、まずこいつを墓地に送る必要がある。でその墓地に送るのはどうやって送ろうかな、普通に殴って送ってもらってもいいんですけど、どうやって送ろうかなって考えたところをやはりこちらかなと、ネオスフュージョンです。ネオスフュージョンで送ることが可能なんで、まずねネオスフュージョンがクソクソ強いっていうのがあるんで、ネオスフュージョンで僕はポイズナーを墓地に送っていきます。でそれプラスねやっぱりこうビジョンヒーロー、どうせだったら僕はポイズナーをね最大限に使ってあげたいんですよ。うん、最大限に使ってあげたくて、でダメージ受けることによってこいつね永続トラップカードとしてフィールドに存在することができるんで、こいつです。うん、ビジョンヒーローウィッチレイド、これがねめちゃくちゃ相性が良くて、これ、ね、ウィッチヒーローなんですが、アドバンス召喚するときにモンスターの代わりに自分フィールドの魔法トラップカードをリリースすることができるっていうことで、要するにねこのポイズナーをリリースすることができるんですね。そしてウィッチレイド出して相手のバック魔法トラップカードを全破壊することができると、非常にね有用です。うん、でこのウィッチレイド出すにあたってポイズナーだけではねちょっと足りないっていうので、ちょっとトラップカード多めに入れました。でその中でもこいつです、アビスコーン、これねめちゃくちゃこのイカ娘ね。これイカ娘が非常にね優秀だって、このアビスコーンなんですが、セットされたこのカードが墓地送られた時に、相手フィールド上のモンスター1体を選択して墓地送るということが可能なんですよ。アビスコーンと、ポイズナー、これをねリリースして、ビジョンヒーローウィッチレイドを出すことによって相手のバック全破壊プラスモンスターも、墓地へ送ることができる、非常にね強いコンボが可能です。うん、で、僕ねこれデスティニーヒーローディシジョンガイも入れております。でディシジョンガイは召喚したターンのエンドフェーズ時に墓地のヒーローモンスターを手札に加えることができるんですね。うん、ということで、まずエレメンタルヒーローネオス、これを回収することができます。うん、で、ネオスフュージョンね3枚入れていて、ネオスが2枚なんで、普通であればブレイブネオスは3枚なくてもいいんですよ。でも回収できるんでブレイブネオス3枚耐性と、うん、しております。でなおかつねこちらですね、ビジョンヒーローバイオン、これもねめちゃくちゃ優秀なんですね。これバイオンを召喚した時にデッキはまずヒーローモンスターを、ヒーローモンスター何でもいいです。うん、ビジョンでも D でも E でも何でもいい。うん、ヒーローモンスター1体を墓地に送ることができるんですよ。でここでポイズナーを送っていってもいいんですけど、個人的にはまあ
ポイズナー送っていくかな。どっちや、どっちや。うん、まあ、バイオね、ポイズナーを送っていくんですよ。うん、でなおかつ、板に一応自分の墓地からヒーローモンスター板を除外して、敵から融合1枚を手札に加えるということで、基本的にはポイズナーを墓地送って、ポイズナー除外して融合、融合、全然ポイズナーの効果うまく使えてないんだけど、それって。まあでもね、うん、それが一番いいような気がするんですよ、僕は。で、そうすることによって、もう要するにヒーローカードがね、これ非常にね、たくさん入ってます。ヒーロー容易に3体揃います。ビジョンヒーロートリニティ、これをね出していくことができるんですね。ビジョンヒーロートリニティ、ヒーローモンスターを3体で融合召喚できます。直接攻撃はできないんですけど、融合召喚に成功したターンに攻撃力倍になるんで5000なんですよ。でなおかつこのカード、一応のバトルフェーズに3回攻撃できると、5000の3回打点なんで、相手が攻撃表示で立っていたら非常にね、非常に大ダメージを与えることができるっていうような話ですね。でなおかつこのポイズナーの、2の効果で、場のヒーローモンスターをリリースして特殊召喚した時に、相手の火力をね、半分にすることができるんで、半分にした状態でトリニティで殴ることによって、全然ワンキルまで見えていくといったような形となっております。ということで、このビジョンヒーロー、もう勢揃いですね。ウィッチレイド、ポイズナー、バイオン、そしてトリニティ。このね、今実装されているビジョンヒーローをふんだんに使ったデッキとなっておりますので、ぜひぜひ皆さんもこのデッキで遊んでみてはいかがでしょうか。さあ、ということでね、このデッキ少しでもいいなと思っていただけた方は、チャンネル登録、そしてグッドボタン、どうぞどうぞよろしくお願いいたします。さあ、ということで、デュエルの方やってまいりましょう。いくぜ。言える3体。さあ、それでは対戦の方よろしくお願いいたしやす。迷宮兄弟くん。さあ、迷宮兄弟が相手といったところですね。軽くいなしてやろうかな。まず、うわー、これね、ビジョンヒーローバイオンが来てるんで非常にいいですね。うん、融合軸まで持っていける。ただしポイズナーもいるんで、まあ相手の出方次第によってどう動いていくかちょっと考えましょうかね。ネオスフュージョンもあるんで、これね、うわー、もういきなりちょっと融合できるね、正直。このデッキやったら、だってヒーロー3体いるんだもん。バイオン出して融合持ってくるっていうのがすごくいいような気がしてならんのだな。バイロンキューブだと、バイロンキューブシンクロしてくるってことか。バイロンデッキですね。 OK です。はい、じゃあバックがなければかなりね、相手に手札が手薄なんで、バックがなければもうこれは行きましょう。こっちのね、ビジョンヒーローの全てを使っていくぜ。さあ、頼む。終われ。フィラメント、はいはい、装備カードを先行にはちょっと弱いんじゃねえの、そのデッキ。さあ、行くぜ、ドロー。アビスコも持った。OK。これはね、もう、融合していきましょう。ということで、ビジョンヒーロー、バイオン。これを召喚することによって、デッキから1枚、墓地へ送ることができるヒーローモンスターをね、ポイズナー。そう、このポイズナーね、もう不要です。ポイズナーデッキなんだけどな。さあ、ポイズナーを除外することによって、デッキから融合手札に引き入れる。行くぜ。融合発動。これで、ビジョンヒーロー、トリニティを、ビジョンヒーロー、ウィッチレイド、ビジョンヒーロー、バイオン、ビジョンヒーロー、ポイズナー。この3体を融合することにより、ビジョンヒーロー、トリニティ。来い。ビジョンヒーロー、トリニティ。これで5000火力。そして、さらに、ネオスフュージョン、これ止まんねえな。ネオスフュージョン、これはもうタスケルトン落としていきましょう。タスケルトン落としてブレイブネオス。イエス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 、強すぎるぜ。完全でしたね、今の完璧でしたね。っていうようなね、これ一番やりたかったことですね。はい、さあ、続いてイザヨイアキちゃんですね。どうぞ体験よろしくお願いします。まず高校ときたか、初期手札、これね重要です。いやー、来た。正直ね、ネオフィが引けた時の安心感がマジで半端ないんだけど。ネオスフュージョン引けたらまあなんとかなる感がすごくありますね。アビスコーンもあるんで、こちらね、適度にダメージを食らったらカモンを使っていくことができるんですよ。でカモン使っていったらドローしていけるんで、ビジョンヒーローウィッチレイドをね、1000減ったら自分のデッキはレベル8の選手とこの闇属性を手札に加えることができるんで、まあまずはね、相手もう墓地送ってくれ。アビスコン、ミスって墓地送れ。ミスってというか、まあなんか深読みして墓地送れ。これはディシジョン外の効果で、どうせヒーローモンスター回収できるんで、ネオスフュージョンでこれネオスを回収していこう。うん、ネオス回収していくことによってネオスフュージョンを、ゴリゴリに使っていけるんで、ゴリゴリにね、ブレイブネオス3体目までまだ見れるんで、これでいきましょう。はい、で相手ね、あまりにバックが怖すぎるモンスター出てこないんで、これはね、ウェブフォース警戒です。ウェブフォース警戒で殴ってた。今チェーンはあったんで、
まあまだわかんない、うん、1回見逃した可能性あるんでまだわかんない、多分これで正解やったと俺は信じている。さあそれでこちらね、アビスコアなんでアビスコを壊してほしい、非常にアビスコを壊してほしいです。で、なおかつね、このデスティニーヒーロー、やっぱディシジョン外がめちゃくちゃ強えわ。うん、ディシジョン外がいるおかげで結構ね、あのレベル6以上のモンスターがこのモンスター攻撃対象することできないんですね。これ実はかなりでかいですね。正直相手何もできない可能性があるんで、ゼンマイジャグラー、あ、そういうことか、これは下級のビートだな、下級ビートか。ここをぶっ飛ばしていってもいいな、うん、ここぶっ飛ばしていきましょう。一応ね、これを攻撃食らってしまったら、もう除外されちゃうんで、ここはね、次元幽閉でぶっ飛ばしていきます。はい、除外されろ。どうした？なんだ？大丈夫だな。はい、OK。除外される。で、なおかつね、相手のバックが非常に怖いのは間違いないんですよ。来い！ビジョンヒーロービッチレイド！来ない！来ないな、来ないな、来ないな。来ないか。じゃあどうしよう。これはどうしよう。バックが怖いけど、もうポイズナー出してもしょうがないんで、ここはディシジョンガイですね。うん、ディシジョンガイを2体で、うん、殴っていこう。うん、そうですね。うん、2体で殴っていきましょう。これでね、最悪、ブレイブネオスさえ残っていれば全然なんとかなるんで、ブレイブネオスが残っていれば、そう、1発目通る、2発目は？これは通る。これなんだ？通らないか。通らない。エネミーコントローラー、守備表示にされる。なるほど。ここでエネコン使ってくるってことは、いやでもまだわかんないね。まだわかんないに、ね、ウェブフォース全然あるかもしれないんで、なんせこちらはウィッチーレイドが引けるまでは、ちょっとね、安牌の動きで全然いいと思います。うん。ビジョンヒーロー、ウィッチーレイドが引けるまではちょっと安牌の動きをしていきましょう。わお！グライフ！あ、壊しに来た。それダメだぜ。それダメだぜ。アビスコーンの効果発動、グライフ。その一体ね、モンスターを墓地へ送ることができるんで。残念ながら俺、そうなんですね、アビスコを知ったんですよね。さあ相手はもう絶望の淵に追いやられているといったよ ところか俺だったところか。バージスのカナディア、これかなりいいですね。もう殴ってって勝ちでしょう。うん、一応ね、ディシジョン外にも攻撃していきましょう。一体攻撃防がれても大丈夫といったような形。いけ、くらえ、頼む、いけ、こら、く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 ら、よし、くらっということでね、ポイズナーをあんまりね活用できてない。まあいいかということで、ぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。対戦ありがとうございました。ガチャ。